皆さん、わこんにちは。プレイステーション3と4で無料でダウンロードできるゲーム、ガンダムオペレーションネクストに最近ドハマりしているマピオンです。はい。あのですね、まあ、マピオン0120って ID でやってんで、もしそのゲームでね、あのマピオン0120って見かけたら多分自分なんで、よかったらその時はね、フレンド申請とかいろいろお願いします。はい。で、自分がよく使う機体は、まあ、あれですね、ジャスティスかソードストライクですね。はい。あ、そうだ。あれだ。そう、言いたかったんだ。それ言いたかった。あのですね、基本オンライン対戦なんで、こう、誰かがね、例えば俺が、うわ、これ負けそうだと思ったら、こう、電源切るとか、ゲームのアプリ切るとかでね、そう試合放棄みたいなのすると、こう、マッチポイントっていうのがあって、それを引かれるんですよ。で、引かれて、一定基準を満たすと、ペナルティの対象になって、それでこう、戦闘報酬のね、一部を没収されるって感じなんですけど、自分ね、そのことやってないんですよ。ちゃんと正々堂々やってるんですよ。うん。ちゃんとやってるのに対して、なぜかサーバー内こうダウンし、こう試合が中断したりね、俺以外の誰かがこう、なんか、複数こうね、試合放棄して、それでもう試合が続行不可能になって、こう、落ちちゃう、試合中断したみたいな、なっても、俺は悪くないですよ。一応ちゃんと俺は続けてないのに、誰かがこう試合ね、放棄してって感じで、試合が終わって、で、そしたら自分にもね、なぜかペナルティ食らっちゃうっていう、マッチポイント引かれちゃうっていうね。最近それが頻繁に起きすぎてね、自分本当に戦闘報酬の2つ、取られることになって今その立場になっちゃって。もうね、やばいんですよ。本当にね、2個没収は超辛いんですよ。で、自分ね、何もしてないんですよ。ちゃんとルーターを近くに置いてるんで、接続状況はいいはずなんですよ。で、ちゃんと自分真面目にやってますよ、ちゃんと。負けそうになってもちゃんと続けてます。なのになぜかね、誰かがこう蹴ったり、サーバーが落ちたりして、俺がペナルティーもらうっていう。まあ、他のみんなも多分ペナルティーもらってると思いますけど、関係ない自分もね、ペナルティーもらっちゃうっていうね。もう良くないですよ、バンダイナムコゲームズさん。はい。今ね、トールギスゲットのチャンスのね、キャンペーンやってるんですけど、本当に戦闘報酬ね、没収されると、ゲットできなくなるんで、本当に勘弁してほしいです。はい。一応調べてみたら、自分以外にもね、いろんな人が本当にそういう、ね、ことになってて、クレームとか文句言ってたりしましたね。はい。本当になんとかしてください、マジで。それでトールギスゲットいかなかったら、本当にね、俺やめますよ。ガンダムオペレーションネクスト。他のに積みます。はい。なんとかしてください。はい。まあ、そんな感じで愚痴が終わったということで、今回はね、アプリ紹介です。はい、アプリ紹介。でね、今回はですね、メールですね。皆さんはね、メールしたことありますか？はい。急なんですけど。ですね、携帯のメールじゃなくて実際のメールです。こういうの。はい。多分ね、今の子供はないんじゃないかなと思うんですよ。今もう手紙書く人なんてね。うん、年賀状ならわかるけど、こういう手紙書いた人多分いないと思います、今の子供は。ですね、まあ、自分ももまともにもらった手紙なんてこれしかないんですけど、一応ラブレターです。はい。これマジな方のラブレターもらいました。まあ、本当に一通だけなんですけど。はい。でね、こう下駄箱に入ってたんですけどね。うん。まあ、この内容が知りたかった人は、まあ、コメントお願いします。多かったら暴露します。今、告白とかね、多分手紙じゃなくて LINE ですもんね。今の小学生もスマホ持ってる時代ですから。でね、前回のアプリ紹介見てない人からすればどういう企画なのかっていうの多分わかんないと思うんですけど、この企画はね、すべての人向けではないです。はい、マジで。iPhone を持ってない人がこれから iPhone に乗り換えるとか、iPhone のことはあんまりよくわかんない、知りたいって思った人にのみ、こう、情報提供してる、アプリ紹介です。はい。一つ一つね、こうざっくりじゃなくて、一つ一つ細かく丁寧に説明する。動画が長くなるけど、まあ、ちょっと説明するっていう企画になってます。はい。で、今回はですね、その基礎中の基礎、前回は電話やったんで、今回はそのメールについてね、紹介しようと思います。はい。まあ、そんな感じで、受信ボックスです。はい。で、まず左上のね、メールボックスをタッチします。そうすると、はい。メールボックスで、こう、いろんなメニューがあります。受信、ビップ、下書き送信済み、迷惑メール、ゴミ箱ってありますね。はい。とりあえずね、こう、メールボックスの右に編集ってあるんですけど、これタッチすると、まあ、チェックポイントがついてますね。受信とビップに。で、他にもいろんな、さっきまでいなかったフラグ付き未開封とか、添付ファイルとかあるんですけど、例えばその、さっき見てなかった、例えばチェックをこう、外すじゃないですか。受信とこ、今チェックあったんですけど、タッチして消します。で、消した状態で完了を押すと、さっきのね、チェックがあった受信が消えてます。表示されなくなりました。非表示ですね。で、また編集で受信をチェックして完了すると、はい、また、こう、受信が見えるようになりました。はい、そんな感じですね。編集をしてって感じです。うん。で、ですね、この受信っていうと、こう、メニューアイコンの形で箱みたいなのあるじゃないですか。
はい、要はね、これタッチすると、まあ、このメール、公式のサイトからこっちに届くようなメールとかは大体この普通のこうメールアプリで送られてきます。でその全ての、メールがこのメールボックス、この箱にね入ってるって感じです。受信ボックスに、はい。でまあそんな感じかな。 VIP をタッチすると、 VIP メールボックスでは重要な人からのメールに素早くアクセスできます。 VIP を追加当たります。今これないんですけど、まあこれはね、前に説明した電話と同じ、電話のなんかよく広告する追加、よく電話する人を追加みたいなあったじゃないですか。それと同じで、いろんなねこう人いるじゃないですか。いろんな宛先の人からどんどんメールが来ます。けど縛りたいときにこの VIP 便利ですね。 VIP を追加ってすると、連絡先って出てきます。はい。で、どうしようかな、まあ、とりあえずこれタッチします。はい。でこれタッチすると、まあ VIP リストにその選択した人が出てきました。でその下にまた VIP 追加当たるんですけど、これでまあ複数追加することができます。はい、こんな感じでね。で、また編集って押すと、このなんだっけ、侵入禁止のマークが出てくるんで、それをタッチすると削除って出てきます。はい。でこの VIP リストが削除したかったら、この赤いさっき侵入マークのボタンを押して削除出てきて、その削除をタッチすると消えます。はい。でまたこの状態でやっぱりなんか削除するのやめたと思った人は、適当にどっかしらボタンを押すか、そうすると消えますね。適当なとこを押すと消えます。または完了ボタンを押すと消えます。はい。で、その下の VIP 通知、通知設定で新着 VIP メールのカスタム通知を設定できます。はい、はい、そうするとこうなりますね。まあ、これ今設定アプリに、はい、連動して今来てるんですけど、さっき VIP リストに追加した人のメールだけちょっと通知の設定を変えるとか、そんな感じで通知センターに表示、この人のメールだけこう通知されるとかね。でサウンドこうでこうやってまあクラシック鐘とかね、竹、あすごい今鳴ったポップコーン、はい、こんな感じでねメールが来たよみたいな、はい、そんな感じです。かっこいい、これコンプリートで着信音とかね、アップリフトとか、そんな感じです。で、こう、右上にストアってあるんですけど、これ多分 iTunes ストアに移動して、それで自分の好きな着信をこう買ったり、ダウンロードして、設定できるって感じです。VIP に戻ります。あとは Apple アイコンにバッジを表示とか、録画面に表示とかね。あとこの通知の時のこう表示の仕方。通知しない時はなし。で、上にちょこっとだけこう、来ましたよ、メールが来ましたよって届くのはバナー。で、ちょっとでかくね、こう、件名とかも、こう、詳しく表示できるのが普通に通知ですね。はい、そんな感じです。でさっき VIP の右に i のこの、まあ、i のマークなかったんですけど、これは VIP リストがね、一つでも存在するときにのみ現れます。 i を押すとさっきみたいに VIP リストができますって感じですね。はい。で普通にこれは i を押すと VIP リストにさっきの状態が出てくるんですけど、押さないでそのまま VIP を押すと VIP メールなしであります。さっきね連絡先に登録したデータをこうやって設定したんですけど、その人のメールだけをこうやってここに移すって感じですね。設定した人にこう俺からのメッセージもメールも、そっちから来たメールもないんで、こうメールなしですね。あとは下書きとか自分がこう作りかけたやつとかね、感じです。はい。です。あと送信済み、自分がこう誰かに送ったメールって感じです。はい。で迷惑メール、これはねちょっと明らかに怪しいだろうっていう感じの、なんか急に更新された。せすらぎさんよりメッセージ。はい、まあ、出会い系というか、あれですね。まあ、迷惑メールって感じです。本当に。はい。で、まあ、そんな感じのように、いろんなこういう、迷惑なメールが、この自動的にね、こう判断した場合は、勝手に迷惑メールにこう送信されるって感じです。ここに行けばね、迷惑メールを、のフォルダを見なければ、その迷惑メールとか見ずに済みますね。ホルモンさんより。貴殿の年収のおよそ半分を渡せば250万。悪くない話よね。やばいな。ホムラソンさんより、どうするのか結論出たわね。貴殿の結論を聞かせてちょうだい。これね、なんか迷惑メールってね、なんか、リンクさえ踏んだらさすがに危ないんですけど、本文なんか面白いんですよね。いちいちセンスがあるんですよ。なんでこいつはすごいなんか貴族っぽいセリフなんだろう。まあ明らかに絶対桜なんだろうけど。うん。なんかね、いちいちセンスがあるんですよ。リンク踏んだら危ないんですけど。うん。はい。なんでこれなんでローソンのポンタサービスから、なんか迷惑メールなんて言うんだろう。
でゴミ箱を押すと、自分が最近こう消した削除した、メールがあります。はい。でこれも編集を押すと、さっきの消したんですけど、こう復元とかもできますし、完全に削除することができます。この下のところにねマークとか押して、フラグってやると、まあなんかちょっと目立ちやすくする、このメールを目立ちやすくする、で未開封はこうやってみんなまだ見てませんよっていう感じにする。はい、そんな感じです。すべて移動は復元ですね。はい。すべて削除は完全に消し去る感じです。はい、削除って押すと消えます。ゴミ箱にメールなし。はい、そんな感じですね。で受信ボックスを押すと、まあこうやっていろんなねこうメール、すべてのメールがさっきも言った通り、届いてます。マックハウスなんだろうこれ、あれかな、服屋さんかな。あとはこうネスレグループとかジーンズメイトとかね、ローソンとか、カラオケとかね。でね、この一番上にね検索バーがあるんですよ。検索バーを押して、例えばね自分こうネスレ日本公式チャンネルっていうやつにこう YouTube でね登録してるんですけど、ガクトさんがゲーム実況してるんですよ、ガメセンテルっていう企画で。それの、企画で最下位、そのゲームでこうパーティーゲームして最下位になった人がそのネスレの、コーヒーメーカーをねサイン入りでこう自腹で購入してプレゼントみたいな、視聴者にプレゼントみたいなのあって、それね欲しいなと思ってね、自分もこうネスレ会員に1回を無料会員に登録してその応募みたいなのしたんですよ。その最下位になった人の、サイン入り、あとガクトさんのサインも入ってるんですけど、そのコーヒーメーカー欲しいと思って応募したんですけど、なかなかこう、合格のねメールが届かずにって感じで、もしね不合格だったとしても、一応ね不合格でしたみたいなそういう通知欲しいんで、でもそういうネスレの、なんていうの、通知、ネスレだけこうネスレからメール来ましたよっていうのは、通知は設定してないんで通知は来ないんですよ。だからいつ届いてるのか分かんないんですよ。だからちょっとここで、ね、ネスレって調べてはい、でネスレって検索すると、はい、これで検索でね、今読み込み中、今めっちゃあるからね、ネスレって検索すると、その件名とかね本文とかにネスレってキーワードが含まれてるメールだけこうピックアップされてるって感じですね。今こう検索してって感じです。はい、まあこれネスレでこういうね感じです。開くと、そのネスレのね宛先とその件名とかでその本文とかね、そんな感じです。はい、この左下、これが本名ですね。この四角にねペンみたいなマークあるんですけど、これを押すとねメールが作れます。はい、で一応言っときますけど、これもやっぱり全ての編集ボタン、右上の編集ボタンを押すと、こういう風になってね、編集モードになって、でこうやってこう丸、白い丸のとこにタッチすると、そのチェックしたいメールをチェックして、こうやって、であとこうマークすれば、さっきみたいなねフラグとか開封済みにする、見てないけど見たことにするとか、迷惑メールに移動させるとか、はい、あとはこう移動とかね、別のフォルダを作って、それに移動とか、あとゴミ箱を捨てるとか削除するとか、そんな感じです。はい、キャンセルすると元通りですね。はい、でまあ宛先、さっきのこうメッセージ作る新規メッセージに移動して、宛先はですねまあこうやって手動でこう適当にこうやってなんかいろいろねこうアドレスを打つのもいいんですけど、まあそれだと面倒な人は登録してればこのプラスボタン、右のプラスボタンを押すと連絡先で出てきて、まあそのメールっていうか、その登録データにメールアドレスがある人しか打てないんですけど、打てる人はこう名前がこう濃くなってて、まあその登録データにその電話番号しかないみたいな、メールアドレスはないよっていうやつは、その文字が薄くなっててね、メールできませんっていうのをちゃんと目で分からせてくれますね。はい、まあ適当にこんな感じで、はい、ではこんな感じで、あと複数プラスボタンを押せば、これで複数、追加することができます。一斉送信ですね。はい、でここはなんだっけ、 CC と BCC、 ここはちょっと俺もよくわかんないです。はい、ここはテロップに載せておきます。で件名で、まあそのね、とりあえずざっくりとした内容を、教える感じですね。うん、まあどうしよう、とりあえずこんばんは、まあ本文は普通に自分が伝えたいメッセージを送ります。はい、まあこんな感じでね、本文ができたっていうことで、iPhone から送信ってやつは自分で打ったわけじゃないです。これはねiPhone で打つと、 iPhone でこうやってメールを打つと、勝手にこう最初から iPhone から送信です、送信って
載っております。これ送信すると、あ、この人 iPhone から送信してんだなって感じですね。普通にこう iPhone のステマだと思うんですけど、とりあえずこう iPhone で送信すると、iPhone から送信って最初からあります。まあこれは消すこともいけますけどね。はい、ステマいらないと思った人は消すこと。はい、で、まあ、準備ができたら、送信って感じですね。右上ので、やっぱちょっと待ってと思った人はキャンセル、キャンセルで、下書きを削除、今作ったやつをもう最初から何の痕跡もなしで削除するか、下書きを保存すると、まあ、さっきみたいになんか、なんていうの、とりあえず途中段階で保存みたいな感じです。下書きを押すとさっきみたいにさっきの続きが、作れます。はい、で完成したら送信ですね。まあ、こんな変態的なメッセージを送ると、いろいろ後々大変なことになるんで、送信はしないでおきます。はい、まあ、そんな感じでした。メールアプリでしたね。うん、今の子供は本当にね、告白するにしても何にしても、もう本当に手紙を書くとかそういう発想じゃなく LINE で伝えればいいですからね、今の時代。本当にいろいろね、そういう悟り時代というか、まあ、そんな感じなんですけど、まあたまにはね、こういう LINE じゃなくてメールアプリでね、やってみて結構新鮮な感じもしますんでね、送信してみて、わい、なんか珍しいって多分送られた人もそう思うんでね、そういう新鮮味が欲しかったらぜひ、たまにはこう LINE とかじゃなくてこうメールでね、打ってみたらいかがでしょうかって感じです。はい、今何時だ。あ、まあこんな時間で結構長くなっちゃったんで、今回は、ここまでって感じですね。アプリ紹介のメールでした。はい、じゃあ